倉沢聖也倉沢聖也大正10年7月22日は、日本の国学者、ヤヒコ神社士官、平田篤種没合門人、解散者社長。陽名を釜之助の血義随。通称を神五兵衛と称し、維新後に聖也と改名する。島崎東村長、夜明け前では、倉沢義随で登場。ただし、本名の漢字は、義随。 信濃国稲郡小野村に生まれる。幼い時村の手習い師匠、小沢和則に読書を学んだが、華鋭2年稲部宿の須田義国について、継承を収める。華鋭4年、平田厚種の武学論に啓発され、基礎福島の遠藤五平太子の門に入り、一刀流を収める。安政元年、角田忠之と共に、江戸に入り、藤田東湖に越見する。文久3年、 津野田忠行が、足利三代木造教主事件を起こし、逃れて、倉沢家に、以後四年間潜伏する。その間の源氏元年水戸天狗党一行の稲田に通過の際には、津野田忠行や北原稲穂らと共に、飯田城下を、陛下から守るために、感動を抜けさせることに尽力。慶応元年二月に上落し、仁義博白河家に越を越い、父吉則が、 初願の心霊を収めるとともに、東山に潜伏中の松尾田瀬子を訪ね、長州藩士、品川矢次郎に返す。さらに、島崎正樹、北原稲夫、原信義、桜井暴行、奥村国秀ら同門の志と到来し、敬神愛国の大義を唱えた。また文久慶王の頃角田忠之、長谷川哲之進、権田直介、 落合直明天下の父をその家に留めて、国事を断じ、岩崎長代、近藤至る国とも親交があった。明治元年再び上落し、父に代わって、白川家の容認見解契約となり、新総裁の請願を、大上官総裁局の弁事ご役所に提出心境を得る。これは、民籍での新総裁の始めであった。 明治4年6月稲県第33区古町となり、明治7年千熊県第17大区三小区古町となる。明治14年12月松本解散者社長となり、明治21年同社が解散となるまで務めた。なお、これより先、明治5年合社や彦神社の主官となり、明治33年には、県社への昇格を果たし、 大正10年に没するまでのほぼ半世紀の間、同社の新官を務めた。ありがとうございます。